そしてオズワルドさんはスポーロケットカンパニーは、はいはいはい、まだ出演されていませんので、はい、今回初めましてになります、はい、そうですね、はいはい、お願いします。全部説明してくれてありがとうございます。初めましてで、はい、ね、でも伊藤さんはよく、はい、八代さんと飲みに行ったりとか。八代さん、そうですね、はい、本当になかなか飲みに行ったら返してくれなくて一回神保町で20分ぐらい街中追いかけ回されたことあります。追っかけっこですか。いや、もう帰るって言って店出たら追いかけてくるんで、はい、うん、巻くのに本当にしつこいです。むちゃくちゃ追いかけてくるんで。すごい。でも八代さんが先輩ですよね。大先輩ですね、本当に巻くって言うんですね、それでも、うん、あのね、全然巻くって言っても失礼じゃない方です見た目ほぼお化けですしね、うん、田中さんは交流ありますか、はい、僕は一回だけお会いしたことあるんですけど、やっぱり尊敬するというか、うん、やっぱすごいですよね、はい、1回でね、卵を1億個以上産むと言われててね。それガチな、はい、マンボウの方だけで別の方ですか。あとそのマンボウのその部分、お前なんで尊敬してるの。いや、すごいなと思って一人も産めねえのに、はい、すぐ死んじゃうんですけどね、マンボウってね。そうなんか弱いんですよね、はい、ストレスがね、苦手っていう、うん、ストレス苦手ですぐ、はい、の別の方ですね。別の、はい、なんでそんなずっと話聞いてくれるんですか。いや、でもね、ほぼほぼ合ってるんですよ。そう、繊細な繊細なね、ストレスに弱いということで。そうなんですよ、はい、さあ、それでは、はい、ここからはクレヨンしんちゃんについてお伺いしていきますが、うん、水木さん、そしてオズワルドのお二人は今回映画初参加だと思いますが、はいはい、クレヨンしんちゃんはもともとどういうイメージをお持ちでしたか。まずは水木奈々さん。はい、もう子供の頃からずっと見ていた、作品で、はい、で特にこう映画ってもう笑って泣ける、しかも大人が見てもこうグッとくる、はい、もう大人になった今こそ見たい作品だなって改めて思ってます。はい、伊藤さん、いかがでしょう。そうですね、やっぱり子どもの頃見て未だにそのかなり時間が空いてるのに覚えてるんですよ、やっぱ全部クレヨンしんちゃんの、はい、好きだったギャグとか、うん、やっぱ未だに見るとちょっと笑っちゃうというか、温泉ワクワクの時の、はいはい、秩父に降り立った時にしんちゃんが秩父だっちゅうのって言ってたんですけどこれもう忘れられないんですよ。今のモノマネですか。今のモノマネですか。今のは精一杯似せたご本人前に。あ、ありがとう。喧嘩られてんのかなって。振るわけないじゃん同じ土俵で戦おうとしてないからこんなに敏感な方なんですね。本当ですね、早かったです。厳しい、厳しかった、なかなか。ねえ、はい。